おはようございます。今日はちょっと本がね、嫌いな人についてのね、話をしたいです。私もですね、本はね、いまいち漫画を見てましたね。それはかつての番組でもね、漫画を読んでたみたいなものをね、言いましたけど、やはりね、高校になると、ほとんどね、もう国語もね、古文が特に嫌だみたいなね、そんなようなね、人になって。で、なんで読書メーターをね、始めたかはね、学部時代のね、図書館に働いてる人にはね、ちょっとやってみたらどうかみたいなこと言われてですね、それで、9年前からね、始めたら、最初は3000冊くらいはね、読めればいいと思ったんですけど、その4倍くらいね、読めるようになりました。で、こんなようなね、編成にはなりますけど、最初は音読をね、していたりね、しました。で、知能独自産業塾っていうのは、やっぱりね、生産、流通、販売みたいなね、あるいは消費みたいな、知識っていうのはね、どうなのかなっていうところでね、そういうのも考えたことありますよね。で、やがてはね、1万冊に、ね、なりましたと。で、もう時期で、1万2000冊になりますというです。やっぱりね、趣味ですのでね、こういったような、読書メーターがね、私はね、大きかったと思います。それやっぱり量的なところもね、把握できるし、やっぱりストックがね、あるので、で、そういうのを、ね、まとめてですね、自費出版にしたこともね、ありますので、そういうのは良かったと思います。それで、図書館の方にもね、寄贈したりして、それでまたこう循環していくみたいなね、そういう流れがね、できたのは良かったと思います。ありがとうございました。